ルドルフ・アンダーソン・ジュニアは、アメリカ空軍軍人で、空軍十字章の最初の受章者である。キューバ危機の際、偵察任務中に撃墜され死亡した。同危機でのアメリカが唯一の犠牲者である。アンダーソン少佐は、サウスカロライナ州、グリーンビルに生まれた。彼は、第19弾のイーグルスカウトを獲得し、1948年にクレムソン大学を卒業した。 1962年11月6日、彼の遺体はグリーンビルのウッドローンメモリアルパークに埋葬された。アンダーソン少佐の記念碑はグリーンビルのクリーブランド公園内にあり、彼が朝鮮戦争で登場した F-86 が設置されている。これは記念碑が建てられた1960年代に余剰の U-2 がなかったためである。毎年、 彼の功績を称え追悼式が開かれる。U-2 によるキューバ上空飛行任務は当初は CIA によって行われ、1962年10月14日にアメリカ空軍に引き継がれた。10月15日、CIA の分析によって偵察撮影した写真の中に SS-4、中距離弾道ミサイルが発見された。これら一連の写真がキューバ危機の発端となった。 10月27日、アンダーソン少佐は U-2 に登場し、フロリダ州オーランドのマッコイ空軍基地を離陸した。その後、彼の登場機はソ連がキューバに供給した S-75 ドビナチ対空ミサイルによって、キューバのバネス近くで撃墜された。1962年10月28日0200、字の CIA の書類によると、 バネス上空での U-2 の損失はおそらく、バネス設置の SA-2 による迎撃、または、パイロットの低酸訴訟が原因であり、現在の情報によると前者だと思われると記載されている。アンダーソン少佐は、撃墜時の爆発の破片で弱っ腹に、穴が開き、航空での減圧が原因で死亡した。10月31日、ウタン国連事務総長代理が、 フィデルカストロ首相を訪問からの記念の際、アンダーソン少佐の死亡を発表した。ケネリィ大統領によって、アンダーソン少佐は、死後、空軍十字章及び空軍主君章、パープルハート章、ジェイニーアワードを授与された。アンダーソン少佐は、キューバ危機での唯一の戦闘による犠牲者だが、1962年9月27日から11月11日にかけて、 第55戦略偵察部隊の B-47 の3つの偵察部隊の11人が墜落によって死亡している。アンダーソン・少佐が登場した U-2 の残骸がキューバのハバナにある2つの記念館で見ることができる。エンジン、尾翼の一部がミュージアム・オブ・ザ・レボリューションに右翼、尾翼の一部、前輪がムセを出るアイレに展示されている。 エンジンのエアインテークの一つはヒロンにあるプラジャー議論、ミュージアムで見ることができる。キューバ上空の u うマイナス撃墜は映画13デーズに登場する。チャールズ・エステンがアンダーソン役を演じている。ありがとうございます。